イオンモール茨城は大阪府茨城市に位置し、イオンモール株式会社が運営する大型ショッピングモール。当ショッピングセンターの敷地は日本船売公社の工場跡地で、1990年代前半までは大規模公害百貨店、茨城総合の出店が計画されていた。しかし、総合の経営不振が続き、計画が断念された権威がある。その後、 マイカルと日本タバコ産業によってショッピングセンターが建設され2001年1月1日にマイカル茨城として開業。マイカルは1990年代から各地で数多くの大型 SC を開業させてきたことが一因となり資金調達の難航から同年9月に経営破綻したため従前のマイカルが開発した最後の大型 SC となった。 土地や建物、輸出する温泉は、日本タバコ産業の所有となっている。2011年3月1日に、それまで営業を行っていたマイカルとイオンリテールが、合併したのを機に、各店舗の一つである、茨城サティオ、イオン茨城店に、名称変更。ショッピングセンター名も、イオン茨城ショッピングセンターに変更した。2011年から進められたイオンの、 大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、2015年4月29日の全館リニューアルを機に、イオン茨城ショッピングセンターから、イオンモール茨城に名称が変更されたがそれに、先駆け4月24日にソフトオープンがなされた際に公式ホームページは同名称となっている。なお、リニューアルに際し、茨城ビブレが閉店となった。 SC 北川の松家本町バスターミナルには、スクールバスなどの誘導のために、市から委託された警備員が交通整理に当たっているが、このターミナルには、もう一つの各店舗である、茨城ビブレの商品搬送車両の出入り口も設置されており、同店に出入りする搬送車両についても、茨城市と契約した警備員が交通整理に当たっている。なおこのバスターミナルは、 都市計画道路茨城松が本線用地を一時的に転用したものであり、今後の茨城松が本線整備計画によっては廃止ないし移転となる。マイカル茨城時代の店舗外観各店舗であるイオンスタイル茨城の他シネマコンプレックスのイオンシネマ、茨城などにより構成されている。大阪府道14号大阪高槻京都線を挟んだ別館には、 天然温泉施設を併設したコナミスポーツクラブ、茨城がある。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップレストランを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。1階は、食料品のフロア、2階は、レディスファッションメンズファッションのフロア、3階は、キッズ ホームファッションのフロアである。イオンラウンジは3階に設置されている。なお、近畿地区のイオン既存店舗において一番最初に、イオンからイオンスタイルへリニューアルされた店舗である。ありがとうございます。